朗報、中日ドラゴンズ、なんか強い。覚醒の中日ドラゴンズ。今年マジで A クラス狙える。神宮でコチコチだった細川も回答。立浪も3年経って成長してるから。弱いドラゴンズはもう終わり。中田が立浪中日の空気を変えたな。リリーフ使いまくってるのがちょいと不安材料。中継ぎフル回転させすぎや。今日だって大野はもう少しいけた。中継ぎ国士が心配やわ。案の定松山は大事な場面では投げさせられんみたいやし。神宮では松山一人がおかしかっただけだからな。ロドリゲスがフライ取ってれば普通に抑えてたと思うわ。まだ岡林と石川と高橋宏斗が揃ってないぞ。あとは石川がそこそこやってくれんとな。投手陣のことなんてどうでもいいんだよ。元から良いのわかりきってた。やっぱ翔さん加入がでかかった。5安打で5得点とか中日にあるマジキ効率の良さ。地球選び始めたのが去年と違うところだな。ようやく二遊間固定できそうやし。細川をちゃんとマークしないと打線が繋がる。あとはショートを打てない守れないのから、打撃好調の村松に変えたのが大きい。細川はバンテリンで打って、中田がビジターで打つ。ええ流れやな。中田と細川が打ってくれるのありがたいけど、相変わらず生え抜きのホームランバッターが育たん。福留以降全滅じゃないか。細川は実質生え抜きだからセーフ。